んこんにちは、ケンです。ウミです。はい、今日はウームの本社に来てます。はい、本日はですね、ウームネットワークの初の交流会となっています。はい、今隣の部屋にはまあおよそ50組ぐらいかな、50組ぐらいのクリエイターたちがいまして、まあ勉強会をして、そうね、交流っていう感じで、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、行きます。こんにちは。こんにちは。はじめまして、ヤマサビでサビチャンネルっていうチャンネルで、まあ、日常とか、あとたまにゲーム配信、あとガンプラを作ったりなどしてます。すごい。いろいろマルチにやろうかなと思って。YouTube 始めたの最初は何がきっかけだったんですか？最初はもともと性格的に人に見られたいっていう性格で、最初はメイク動画がきっかけだったんですけど、ちょっとやっぱ女性でメイクやってる方あまりにも多すぎて。確かに多いですね。それをちょっとやんなきゃと思って始めたのがガンプラです。すごい。作るんですか？はい、作ったり、あの、塗装したりとか、そんなことをやってます。見た目から全然想像つかない。ほんと美容系って感じ。美容系かな。美容用のチャンネルも一応作ったんですけど、メインが、まあ、日常ガンプラで、あの、たまに週に多くて1本ぐらいをもう1個美容チャンネルを。逆にサブにしたんですね。なんですサブになっちゃったっていうのがあるかもしれないです。いやいや、でもすごいいろいろできて羨ましい。でも全然外に出ないんで、外に出られる企画をされてると、私はそっちの方が羨ましい。なるほどね。暑くて、こちらはもう外出て走るしかない。そうなんですよ。自転車絡めないとやっぱり企画が。なるほど。じゃあ自転車にクラムを乗せるとか本当ですね。新しいジャンル。いいかもしれないですよ。あの、見させていただきますので、ありがとうございます。お願いします。遊びに来てください。お願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ニーナ・シェルカです。この名前でチャンネルやってます。ニーナ・シェルカさん。はい。え、なんかハーフとか。ハーフじゃないんですよ、日本人なんですけどめちゃめちゃ綺麗。もともとこの名前で音楽活動してて。音楽ですか？はい。で、あの、その後に YouTube を始めたので、この名前でそのままやってます。音楽はちなみに。あ、音楽はポップスをやってて、ソロで活動してます。歌う。あ、はい、そうです。いい声ですもんね。全然です。変な声なんですよ。よくコメントに変な声って書かれます知ってるみたいな声優さんとかもできそうな声で、今はどんなジャンルの YouTube をされてますか？今は美容系が多いんですけど、購入品紹介をしたりとか、あとはあれですね、美顔器とかを試したりとか、ちょっとシリーズ化してやったりとかしてますね。すごい。参考にしなさい。いや、でも肌めっちゃ綺麗じゃないですか。いや、もう全然。いや、今ずっと隣ですごいなと思って。いやいや、なんでですか？すごい強い。なんかもう、まっさら、なんて言えばいいんだろう。すごいと思って。ありがとうございます。びっくりしました。いや、でもぜひね、逆に何使ってるか知りたいぐらい。いやー、もう全然ですよね、私。全然ですよね。ズボラなんですよ。ズボラなんか意外です。で、参考にしたいです。私なんかでよければぜひ見てください。おすすめ紹介してるんで。もうなんか隣に並んでるのがもう恥ずかしいぐらい。なんでですか？めっちゃ顔ちっちゃい。でも可愛い。やばくない？全然全然。すごい綺麗です。お願いします。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。真ん中に、真ん中にお願いします。 ありがとうございます。こんにちは。ケンとマミチャンネルご覧の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。自分身長は高いですが、年は低い。すごい高い。よろしくお願いします。はい、で、おしゃれですよね。おしゃれって言っていただけるとよろしくお願いします。一回目させてもらおうかっこいいです。すごい。チャンネル名は？あ、チャンネル名もそのまま竹内ラファエル清人ですね。かっこいい。え、ハーフとかですか？ハーフではないです。ミドルネームか。ミドルネームはなんかおじいちゃんかどっかから。なんか全然知らないんですけど。ああ、そうなんですね。まあ、個性があっていいかなと思って。すごいパッと引きますよね。ありがとうございます。普段どういう撮影をされてるんですか？普段作ってる動画なんですけど、ディズニーが好きなので。あ、
そうなんですよ、ディズニーが大好きなんで、ディズニーランドとかディズニーシーとか、そのバックグラウンドのストーリーとか情報配信してるんで、ぜひ夢の国ディズニーが好きな方、チャンネル遊びに来てください。よろしくお願いします。ディズニー大好き大好きで、あの入籍した日にディズニーランドにいたんですよ、私たち。ディズニーランドで来た時に入籍をしました。したね。で、毎年結婚記念日には必ず行きましょうと。なんか幸せすぎてスッとした。めっちゃ鳥肌立ったんですよ。すげえ。そうなんですよ。すごい。で、見させていただきます。主人がすごいディズニー好きで、私が怒られるぐらい、なんでお前それを見てないんやって言われるぐらい、すごい好きなんですよ。アナ雪楽しみじゃないですか。楽しみですね。もう今はもうライオンキングすぐに見に行きたい。超CGのやつですね。アラジンもね。アラジン良かった。アラジンがすごい良かった。おーニューアー歌もいけるんですね。そこしかわかんない。本当見たい。ぜひぜひ。ちょっと見させていただいて、今度行くときは、結婚記念日行くときは、ぜひもう紹介してください。そうしましょう。はい。かもしれないんですが、よろしくお願いします。こんにちは。とまずチャンネル名を教えてください。はい。レナツチャンネルです。レナツチャンネル？チャンネル。あ、ナツさんとレナ、チャンレナさん。はい。なるほどなるほど。本名から、そうです、ちょっともじって、もじって、うちも一緒ですよ。あ、そうですか。あのケンアのマミなんですけど、マミさんとケンさん、けど本名をもじったやつですよね。お二人はカップルなんですよ、ね。まだ結婚してないです。あ、将来の夫婦。将来はわからないです。あ、最近でも同棲し始めました。あ、楽しみですね。これから普段どんなジャンルの撮影をされてるんですか？ドッキリとか、なんか生活感の購入品紹介とか、日常系の、日常系のモーニングルーティンとか、そういう感じのほのぼのとしてます。あ、もうだって見た目がすごいほのぼのしてるから。いや言うてですよ、言うてですそれ楽しいよね。ドッキリとか私すごい興味があって。やってないですか？ちょっとやったけど、なかなか難しい。面白く撮るのが難しいですよね。あとカメラ位置とかバレるか、バレないよ。そうなんですよ。一回バレた。撮ってるみたいな。俺らも結構あるね。あ、やっぱりそうなんですね。なんか光ってたりするんですよ、このカメラの点々って。ね、難しいですよ。シールとかで隠してるんです。ああ、なるほど。定位置決めてて、分かんない。なるほど。ぜひまた見させてください。はい、参考に。ちょっと後でチェックします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。チャンネル名と、はい、普段どういったチャンネルなのかって教えてもらえると。わかりました。ちょっと自己紹介からいいですか？はい。雨あげる一粒の会、キャンディーロープの平山です。よろしくお願いします。キャンディーロープというチャンネル名で、まあ、普段やってるのはアニメの検証で、あのよくやってるのは名探偵コナンのトリックが実際にできるか、ミストリックとか実際にできるのかっていうのをやったりしてますね。はい、頭いい、うん、頭いいですそう、はい、そういう感じだった。面白そう。あ、ぜひ見てください。グループで2人組でやってるんですけど、はい、ちょっとあの人見知りなんで、もう一人は僕だけは来てる状態でございます。見てみたい。嘘、ぜひぜひ見させていただきます。あとでちょっとこちら意外ですけど、ケンマミさんです。ケンマミです。僕らわかんないですけど、はい、自転車やってるんです。ロードバイクっていうスポーツバイク。2人で、はい、いいね。で、夫婦でやってるので、はい、普段はもうサイクルジャージ、ピチャってしたジャージで、はい、外で アクティブな夫婦。だからこういった私服がかなりレアで、これ私服なの？これめちゃめちゃパーティー。あ、でもちょっとそれにドレスコードじゃないですか。めっちゃそう、都会に来るんで。おめかし服福井から来たんですよね。そうなんですよ。いや、もうおめかし、お二人が一番綺麗ですよ今日。一番と鼻が立って いっぱいいるから。そんな、すいません、 T シャツで俺もおめかしないと。そう、キャンディー。そう、うわ、嬉しい、優しい。うわ、これオリジナルですか？これ、アメって調べて出てきたの T シャツ。じゃあ買えるやん。
可愛いですよね。そう可愛いんですよ。僕らもね、サイクルジャージくればよかったかなってちょっと迷ったかも。確かに話しかけやすいかもね、サイクルジャージ。そうそうそう、やっぱドレス、だってドレスコードされてやっぱ綺麗すぎてちょっとお話ししていいか不安ではある。話しかけたらありがとうございます。はい、ありがとうございます。今後ともはい、ぜひ。すごい、爆笑漫画チャンネル。初めてそんな漫画家さんとか。どんな漫画を描いておられるんですか？漫画ですか？よく人が死ぬ漫画です。え？ちょっと待って、主人はすごいその手好きなんですけど。リアルアカウントっていうのとか。めちゃめちゃ上手。さすがやっぱりプロ。バックステージっていう漫画とか。放課後戦記ってこの映画のを作ったりして。映画？そう、映画化されたんですか？そう、すごい。 YouTube 内でも漫画の、あ、そうです、漫画系のこの漫画描いてて、はい、なんか普通にその、うん、作る過程のなんか動画にしたらみたいな感じで言われて、あ、なるほどなるほど。なんか漫画の作り方みたいなのを、あの漫画家志望者とかに向けて。すごい勉強になるじゃないですか。すごいね。いつ頃から YouTube は？あ、でもちゃんとそういうのやり始めたのは全然まだ3ヶ月ぐらいしか、全然始めたばっかなんですけど。でも大変じゃないですか、漫画家本業がありながら。そうですね、動画もお一人でなさってるんですか？そうですね、家で引きこもってるだけなんで。いやー、すごい。ぜひ見させてもらいます。紹介させてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめましての A チャンネル TV のエイジです。よろしくお願いします。お願いします。普段はどのようなチャンネルをやられてるんでしょうか？普段はね、僕はあんま出てなくて、僕 の、 娘は結構出てまして、一緒にまあ車紹介したりとか、まあ、あとまあその他大阪でやってますんで、まあ、大阪の YouTuber さんと何かコラボしたりとかやってますんで、せっかくなんで皆さん見てください。よろしくお願いします。車系ということで。車系もやりますし、それ以外もやるって感じです。何でもマルチに、とりあえず何でも やるっていう感じで、気になったこともやるっていうのがメインです。考え方なんで。コラボってどういう？コラボはね、どっちかっていうと人のコラボっていうか、人の撮影を手伝ったりとか、今後しますし、逆にそのコラボしてもらう友達っていうのは、どっちかっていうと僕カメラ持ってもらって僕がちょっと出たりとか、そんな感じのコラボ多いんですよ。楽しそう。はい、あ、大丈夫。はい、そうなんですよ。だから結構大阪の、昔は道頓堀でいっぱい撮ってたんで、結構いろんな YouTuber さんも出てることもありますんで、また見てみたい。見てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。かわいい。めちゃめちゃかわいい。うん。普段はどんな活動をされているんですか？普段は大阪と東京で活動をされておりまして、遊戯王とか、ウェマとか、カードゲームだったり、仮面ライダーの変身とか、真面目に音楽したり、なんかに踊ったりしてます。マルチ、すごいマルチに。ねえ、仮面ライダー？はい。変身？はいはい、変身がつけて変身します。すごいかっこいい。すごい、もう若さのパワーがすごくて。かわいい、みんな。じゃあ最後に、特技が。いいですか？ぜひお願いします。はい、カメラに向かって。はい、まるちゃんもやるんだって。私も教えてもらったのでやってみようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。